皆様こんにちは、サテンです。今回なんですけど、スイフトスポーツの維持費についてご紹介します。僕は普段スイフトスポーツのパーツレビュー、 Vlog 動画等いろいろと公開してますので、よかったら他の動画も見ていってください。早速本題ですが、維持費ですね。今で納車されて約2年なんですが、毎月かかってくる必要な維持費はこんな感じです。自動車税、ガソリン代、駐車場代、メンテナンス費用、車検代金、タイヤ貯金、自動車保険、こういったものが毎月のコストとしてかかってきます。まずは自動車税。スイフトスポーツの自動車税は2019年の10月より前に登録された車は34,500円、それ以降に登録した場合は35,000円です。僕は2019年の3月に買ったので、高い方の34,500円を払っています。ほんと最近国から自動車税の封筒が届きましたので、速攻で LINE Pay で払いました。次にガソリン代。浜松に住んでいるので、ほぼ毎日車に乗っています。遠出はしないので月間 1,000km 乗ればいい方ですね。年間走行距離を1万キロ、燃費が下道で約 13km、 廃浴150円、年間で計算すると115,350円なので、毎月のガソリン代金は9613円かかります。次に駐車場代金ですね。駐車場に関しては住む場所によってだいぶ変わってきます。浜松はちなみに毎月3000円です。めっちゃ安いですよね。浜松に来る前は大阪東京に住んでたんですが、大阪の場合はだいたい月15,000円、東京は安くて2万、僕が借りてたところは25,000円でした。中には6万とか家借りれるレベルの駐車場代金のところもあるので、東京で車所有するならかなりコストかかると思ってもらっていいと思います。次にメンテナンス費用。スイフトスポーツはターボ車なので、オイル交換がめっちゃ大事です。ディーラーからは半年もしくは 5,000km に1回で交換と言われています。僕はスズキのメンテナンスパッドに加入してあるので、半年に1回ごとにディーラーで交換してもらっています。メンテナンスパックに加入してない人はディーラーで交換すると約4,500円ぐらい、オートバックスだともうちょっと安くで交換できるそうです。次に車検代金。スイスポの車検費用はどこでやるかにもよりますが、ネットでいろいろ調べた結果約7万円ぐらいかかるみたいです。新車で買えば3年乗れるので、7万円の36回分割で毎月2000円ぐらい貯金しておけばいいと思います。1回目の車検の後は2年ごとの車検になるので、約3000円ぐらい貯めておいたらいいと思います。僕の場合は車検まであと約1年残ってるので、まあ貯金しています。次にタイヤですね。スイスポ純正のタイヤはコンチネンタルのやつで、ディーラーで買うと10万ぐらいする結構高いタイヤです。今で納車されて2年なんですけど、ほんと最近実はパンクしまして、ディーラーで応急修理はしてもらったんですが、タイミングで変えた方がいいよということで今タイヤを探してるんですね。インスタでどのタイヤがいいか聞いたところ、ミシュランのパイロットスポーツ4がいいよと結構な方から教えていただきましたので、パイロットスポーツ4を買う予定です。で、調べた結果だいたい工賃込みで8万円ぐらいで交換できるそうです。3年乗るとして8万円割る36で毎月2222円がタイヤ貯金としてかかってきます。で、最後に自動車保険。僕は今32歳で、親から保険の等級20等級を引き継いだので、対人対物無制限、車両保険、新車特約までついて年間で61,160円。30代以上かつ20等級なので安く抑えられてるんですが、これが20代の保険料となると結構高くなって、ソニー損保のホームページでシミュレーションした結果ですね、なんと年間で約17万円、月間にすると15,000円ぐらいかかってきます。20代前半の方で ZC33S に乗りたいという方はぜひね、親に保険が余ってないか確認して
等級を譲ってもらって少しでも保険料を下げて乗る方がいいと思います。ここまでの話をまとめると、自動車税が3万500円の12分割で毎月2541円、ガソリン代が毎月9613円、駐車場代金が3000円、メンテナンス貯金として月1000円、車検代金の3年間36回分割で2000円、タイヤ貯金で2000円、自動車保険で月5000円。これは浜松でかつ30歳以上限定のシミュレーションになってます。大阪東京はどんな感じかっていうと、大阪の場合駐車場代金が月1万5000円になるので、東京の場合はさらにコストが上がって、東京で車を持つならかなり毎月のコストがかかってしまいます。僕は東京で5年ほど住んでたんですけども、電車バスでもう待てばすぐ来ますし、夜中でもすぐにタクシー拾えるので、正直そこまで車はいらなかったなと思いますね。平日は仕事で忙しく、コインパーキングはどこに行ってもかなり高くて、で土日はさらに道が混むので、正直電車の方が快適です。今ご紹介したのが30歳以上限定の場合で、これが21歳以上限定になると保険料が上がるので、こんな感じになります。ローンで買った場合はさらにここからローン返済費用が加算されるので、車の維持費って結構高いですよね。地方は駐車場代金がかなり安くて、毎月の維持費は東京とか大阪のような都会に比べると圧倒的に安いんですが、ただ田舎は電車が通ってないとか普通にあるので、地方移住を検討している方はね、ぜひね、絶対に車が必要と思っておいてください。以上がスイフトスポーツを維持するのに必要なお金のお話でした。もし質問等があればぜひコメント欄に書いてください。普段はアフレコしないんですけど、今回はちょっと初めてアフレコスタイルで動画を作ってみました。この動画が1ミリでも役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。以上です。ありがとうございました。